すごっ、豚足。いやーすごいよ。ありがとうお父さん。お前腹減ってる？ちょっといった。ケバブ食う？いいんすか？いいよ。お前まさかおでん食いたかったりする？お、あーちょっとお肉多めが、お肉好きだな。私もお金好きだお金好きうん、やってきます。意外とうまそうでしょ。皆さんお久しぶりでございます。今日は東京は上野に来ております。雨は横丁前へ来ておりますね。今日はちょっと散りかけの桜をちょっと一目見て、美味しいものを食べて、まあ、パッと終わろうかなという久々の散歩配信を今日観光というわけでございます。皆さんどうぞよろしくお願いします。まあ桜に一発目すぐ行くのもいいんですけれど、ちょっとせっかくなんで雨屋横丁をパーッと見ていきましょうかね。上野はね結構来るんだよ、ここら辺は。だからサバゲーハマってた時はよく来てたね。サバゲーショップが多いから。ここの雨屋横丁の通りにもサバゲーショップが 1,2 個あるから、そこに通ってたな。出た、このイメージあるね。雨横はカニ。年末年始になるとさ、ここがもう一気に混み合うじゃない。カニ屋はそれこそ叩き売りしてるよね。見てね、見て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 、すごっ、豚足。座で食べれるからいかが。ちょっと食べていこうかな、一個。どうぞ、お少しお待ちね。うん、すごいね、これ300円だって。美味しそう、めっちゃ。他にもめっちゃあるよ。何これ、ザリガニか。これザリガニじゃない。上野ってこんなになるんだ。日本人のお客さんが多分一人もいないかも。はい、どうぞ。今すね、いらっしゃいませ。いやいや、3人は3人で2分、3人で2分。ウーロン茶。上野感な、ここ。全然上野感ないやん。一瞬で来たんだけど、早すぎて自分のだと思わなかった。いただきます。どこが食えんの。あーすごい。ほら、カオスだな、マジで。いただきます。はい、お姉さん、800円お返しね。どうぞ。あ、うまい。おいしい。プリプリだわ。肉厚だし、味が濃いし、プルンプルン。オッケーオッケー。こっち？こっち？これは？あ、大丈夫？これがこっち？あ。ライブ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 配信、なんかゆるいな。 YouTuber みたいなもんですね。儲かる？儲かる？そりゃもう儲かりますよそりゃ儲かりますよ。いや、食った食った。というわけでアメ横をもっと見ていきましょうかね。うわ、これ次の料理配信の時上野来て買うのありかもな。タイ1匹1500円。てかアメ横ってお昼のこの時間とか来ることなかったけど、なんかその異国感があるな。日本の方もそんなにいない。嘘だけど4割か3割もう海外の人だぞ。これ日が落ちる前にちょっと桜見に行くか。一回もうちょっと食べたいけどね、ご飯を。なんか食えるもんないかな。どこ？これ近いんかな？俺なんか画面が見えてないよね。どういう絵が映ってるか。おい、ナンパなんてめったにされねえよ。てかそういう場所にも行かないしね。
これ遊びに行ったとしても新宿とかだから、新宿とかってなんかちょっとパワーが女の子の方が大きいから、ちょっとわかるかな、どちらかというと男の方が女の子にヘコヘコしてるイメージがある。でこっちかな、多分桜が、ここが上野公園、あれだね、ポケモン GO が大流行りした時のブーバーの巣ブーバーがクソ踊れるって、ね、みんな来てた。今似顔絵やってますか？描いてます。描いてもらっていいですか？いいですよ、お願いします。いいとこだね、あったく週何回ぐらいここに来るんですか？いや、今の桜の桜だよね。あ、桜の時期だけ、うん、あんた、ね、あんたに日本人にも一番入ってる、うん、日本人だけだけだけだよ。はい、いろんな国籍の人いるからね、上野ね。お仕事何でですか？お仕事は配信者やってます。配信、これがお仕事。あ、そうなの。そう、今いろんな人が見てくれてて、 YouTuber じゃん。そう、 YouTuber みたいなもん。あ、そう。この人たちが支援してくれてるの。すごい、そう、すごい、いやー、すごいよ。書いてもらったの。あ、いや、似てる。似てるでしょ、似てるでしょ、似てるでしょ、そっくりでしょ、うん、似てる。ありがとう、お父さん。鼻が高くてそうでしょ、男前。あー、お父さん、うまいわ、これは嬉しい。やったぜ。世界で笑った、髪色だろ。というわけで、似顔絵を描いていただきました。配信に飾っとろうかな。あ、そうですよ。ありがとうございます。ハイパーゲーム見て。あ、マジ？マジでかっこよかったので。ハイパーから？会いに行きます。嬉しいです。ありがとうございます。わざわざ。撮りましょう、撮りましょう、いいですよ。やった、嬉しい。ハイパーゲームすごいぜ、やっぱり。あ、もう幸せ。あー、幸せ。美味しいもん食ってさ、絵描いてもらって、で女の子会いに来てくれるっていう。あー、楽しい。楽しいな。何？来た、ありがとう、やった、差し入れ、はい、嬉しいわ。北海道から来てて。 What? タイミング良かったね。タイミングめちゃめちゃ、今上の近くのホテルから来て。はい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 、ありがとう、写真撮ろう。ありがとう、写真落ち着いて落ち着いて落ち着いて、楽しいね、東京。はい、はい、ありがとうございます。あら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 、嬉しいことがあったもんですね。というわけで、今から桜を見に行くんですけど、実は桜がどこで見れるか知りません。どこだ？さあ、上に登っていきましょうか。お土産ももらいましたし、水分がなかったんでね、気が利いてるわ。お水をもらいました。助かっちゃうんだよな、すぐ喉乾いちゃうからね、俺はね。うわっ、すごいよ、ほら、もうそっから追っ始まってら、提灯みたいなのもあるんだね。ちゃんと本格的にやってら、写真スポットとしてはベストですね。え、まだ咲くか、写真だけ撮っとくか。OK。え、見て、あれ射的じゃない？寒いですか？あ、そうですよ。やば、手が震え、手が震え、めっちゃ緊張してるんですよ。やば、超かっこいい。ちょ、いいっすか、ちょっと、今ちょっと、ありがとう、ありがとうございます。またね、召し上がってるよ。射的あんじゃん、じゃ射的やらしてほしいね。ちゃんとの射的だ、ちゃんとの方だ。ちょっと視聴者いないかな。ちょっとずうずうしいけど、カメラ係がいるから、ちょっと視聴者一人捕まえて、射的のあのカメラ係やってもらおう。ちょ、誰かいねえから頼む、俺のことを見つけてくれ。俺のことを見つけろ、誰か。ちょ、誰かいないか、近くにやつ、なんか視聴者見てるやついない、俺の配信、今俺の配信を見てるやつ、今ここいるから、ちょっと来て、カメラ係やってくれるリスナーいない。
来たよし来たよし来たなよしお前カメラ係しろカメラ係しろカメラ係しろ持ってて持っててこれ持ってます、ね、持ってて持ってて、はい、後で写真撮ろう、はい、撮った景品あげるから俺撮ってやるからいいんですか任せろ任せろうまいんですか任せろ一番うまいんだからエイムが一番いいんだから待っとけってやるどれが欲しいじゃあ、うん、スイッチだもんスイッチやっぱ欲しいのスイッチだよなそれかまあ、なんかロレのフィギュアがあればいやあるかこんなとこあるかまずスイッチいくかあ、まず一発ちょっと待ってねあっちに倒れ行かないといけないんだよねこれ倒れただけじゃんいや多分あっちに行かないといけないんだよえあと4発あと4発ただまああの下にもシガレットあるシガレットめっちゃ大丈夫よシガレットもう俺がシガレットしか取れないと思ってねえかいやいやいやダメよ まさかこうなのかシガレットねシガレットむずいもしかしてこれちょこれねいやあるよあ、行ったくない行った行った行ったいや、シガレット多分行ってないなえ、でも惜しいです、惜しいです惜しいよいや、惜しいななんかあそこのスイッチ行けそうだから確かにお兄さんが取れなかったらちょっと横取りするわうんお兄さん次第そう俺の財布が寝たのあはは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 はおいおいガム落ちたガムやったガムもらったガムもらったやったぜガムもらったさすぶるぬくぐなやった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 よし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 あ、ありがとうございますちょっと待ってねちょっと待ってよちょっと待ってよお、来て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 いや、今一番いいよ風も吹いてるよこれお父さんちょっとごめんスイッチ取っちゃうと思うあれがいいやばいや奥があるなというわけで、はい、どうぞありがとうございますクレープありがとういただきましたあありがとうございますカメラマンやってくれたからいいよ撮ろう撮ろう撮ろうよし射的良かったなおもろかったなちゃんと撮れたしうわケバブじゃね俺ね実はね人生で一回もケバブって食ったことないんだよね。じゃあケバブ行くか。はい。そうですよ。写真撮って。ちょっと待って、あったかった。今ケバブ頼んでるから待って。ちょっと待って。お前腹減ってる？ケバブ食う。いいよ。いいタイミングできたね。家近かったね。あ、なるほど。ケバブをご馳走してやろう、お前に。ありがとうございます。味は甘口を一つと甘口。甘口二つで。あるよ。へえ。へえ。へえ、美味しそう。うまいだよ。あー、ちょっとお肉多めが、お肉好きだな私もお金好きだお金好きお金好きかもちろんみんな好きそっかそっか、みんな好きかありがとうございますはいはい、あともう一個はいはい、こっちお願いしますありがとうございますケバブを食べましょうちょっと場所に出てからかなそうですよめっちゃ喜んでる俺も嬉しくなっちゃうぜかっこいいありがとうございます撮りましょう撮りましょうやったありがとうございますまたねまたねはい閉まってるよはいまたね可愛いカップルだったなうわすげえ味のあるおでん屋さんがあるんだけどうわ一番いいタイプやん待って一番いいタイプのおでん屋さん最高の店構えこれ以上なくない意外といるからてかあ、そうですよどうも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 地元なんてあ、来ましたかえ、お前まさかおでん食いたかったりするお、食べます一緒にいいよ、いいよ、いいよおでん一緒につつこうじゃないかお前その、うん、その帽子のサイン何
これは、うん、上原っていう野球選手。マジ？ちょっと見せて、ちょっと見せて。あのお父さんがもらってきてくれたんですよ。うん。いや、もう名前も書いてないじゃん。えぐ。お前普段使いすんな。そんなもん。おそんなめっちゃ大事にしてる。あ、逆にね。普段から使ってね。そうっす。はい、どうぞ。ウインナーとガンも白滝。あとやったら食いたいもんいいよ。あー、じゃあちくわぶで。はい、お願いします。お願いします。そこでいっちゃう、そこいっちゃう。はい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 。じゃあいただきます。いただきます。じゃあちょっとケバブからいただいて。何歳？21です。21か。え、なんで俺の配信見てくれるの？ロル？ロル僕はやってなくて。やってねえの？そう、そうなんだよ。あとビンゴローリーっていう。あー、なるほどね。スマホゲーから。はい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 、そっからか。結構子さんのやつやで。ビンゴローリーって結構前やん。そうですね、かなり若い子がやってたね。中学2年生ぐらい。あれ、ビンゴローリーが終わったんだっけ？ビンゴローリーは終わってます。あ、終わってるよね、サービスじゃね。運営が逃げちゃって。あ、そうなんだ。あれゲームおもろかったけどね。そう、面白いんですけど。なんか3対3のやつやね。そうです、あ、やった記憶があるが、おもろかったんだけどね。ビンゴローリーってそんななんかゲームが多くはないんだ。ない。へえ。PSA みたいな、プレイヤーステーみたいな。あ、そう。たまに回線が飛ぶね。どうやっても混み合ったり、あとね、こういう鉄があんまり良くないらしい。この機材を貸してくれてるところが配信技研さんっていうんだけど、俺がテストプレイヤーらしいの。結構俺が配信をすればするほど情報が増えていって、その機材がアップグレードしていくらしいから、俺がすればするほど配信、この世の中の外配信のクオリティは上がっていく。この外配信の未来は俺に託されてる。モグモットなんですね。いや、この間のケーキ配信めちゃくちゃ笑いました。あ、本当？大成功だったね。まあ大成功じゃないですか。まあ一種の生き物みたいなものができちゃって、うん、メイドイヤビスだからね、あれは。もうすぎスクショしちゃいました。マジ好きっす、それ。というわけで、おでんタイムに行こうと思います。ガンモ、白滝、ソーセージ。はい。うん、うまっ。うん、あ、白滝もいただきます。あ、まあ、うん、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はあ、よいしょ。いや、多分今あっちの辺ライトアップされてるんで。オッケー、行ってみるわ。またね。オッケー。はい。やべ、ごめん。しゃみ出た。桜ライトアップ。3月11日から4月16日まで、17時から22時までの間。おー、綺麗だ。ライトアップされてるのいいね。いや、いい配信でしたね。またなんかあったかくなってきたんで、いろんな配信をできたらなと思っております。今日はこれにて配信を終わりたいと思います。皆さん見てくれてありがとうございました。散りかけの桜を見れたらいいな回でした。というわけで、お疲れ様でした。さようなら、バイバイ。さようなら、お疲れ様でした。